なバカな。この上に水脈があるはずが。どういうことだ。ここよりも浅いところに水脈があれば、井戸を掘った時点で見つけてます。ではこの大量の水はやはり水のクリスタルの力によるもの。カストロ王子、ここがどのあたりかわかりますか。そうですね、歩いた距離や方角から考えると、町の外にあるバーナードの屋敷あたりかと。間違いない、水のクリスタルはバーナードの屋敷だ。では早速地上に戻って屋敷へ。危ない。この魔物、ニハルの。ニハル、バーナードに言われたの、ここであなたたちを倒せって。この魔獣使いのアスタリスクの力で。お願い、バーナードの邪魔をしないで。あなたたちはいい人だから、これ以上戦いたくない。でもこのままだと私も本気であなたたちを。お願いだから降参して。俺の番だ。私の番です。大丈夫ですか。危ないところだった。我が輩の番だな。我が輩の犠牲を。なんと大したことないわ。さあ、アスペラズル。さて、これを。さて、治療します。うん、傷が癒える。Yeah!
丈夫ですか？危ないところだった。こういう使い方もあるのか。力がみなぎる。どうするの？よし、やるか。どうするとしよう。力が溢れる。ここは俺が。大地を引き上げろ。いい感じだ。まだまだいけるな。で負けたらバーナードに捨てられる。バーナードは失敗を許さない。だから私はもう。ニハル、君は曲芸に失敗した動物や魔物を捨てるのか。叱ることはあるかもしれない。でも捨てたりはしないはずだ。あなたは優しい人です。たとえ疎まれようとも女の子の子犬を手当てしてあげているのですから、きっと助けてもらった恩をバーナードに返そうとしているのでしょう。でもクリスタルがバーナードの手にある限り、この国の水害は収まりません。家を失う人も増えていきます。あなたの家にいる動物や魔物もいずれは。バーナードは間違ったことをしているのです。なんとなく分かってた。でも捨てられるのが、曲芸団のみんながいなくなった時みたいに一人になるのが怖かった。君は一人じゃない。君と一緒に暮らしている動物や魔物たちがいるじゃないか。それに俺たちもな。
ありがとう。クリスタルの隠し場所教えてあげる。いいのか？隠し場所の鍵を渡すから、後で私の家に来て。これはこれは、アンドロ記録官殿、今日はどのようなご用事で？お主が水のクリスタルを持っていることをグローリア王女が気づいたようだ。このままでは。ご安心ください、アンドロ殿、私めに策がございます。いたしかたないか。わかった、お主の策に乗ろう。ではそのように。それとカストル王子は今グローリア王女と行動を共にしておる。くれぐれも殿下に害が及ばぬように頼むぞ。それとあの件は誰にも知られてはならぬ。くれぐれも口外せぬように。わかっております。殿下の恩義忘れてはおりません。今後も王家に尽くす所存でございます。わかっているならばよい。では失礼する。あのじいさん、俺に恩を売っているつもりだろうが、こっちは最初からみんな奪うつもりさ。奪ってやる、この国にあるものすべてをな。魔物たちもニハルが戻ってきてホッとしているようだな。みんな私の友達だから。ああそうだな。それでクリスタルだけど、バーナードの屋敷には隠し部屋があるわ。多分そこだと思う。隠し部屋ですか。なるほど。2階の一番奥の部屋、そこの本棚の裏が入り口。本をどかすと鍵穴がある。これを使えば本棚が動くわ。ありがとう。 あとこれはお願いなんだけど、バーナードはたとえ悪い人でも私の恩人だから。その、ああ、俺たちもできるなら戦いは避けたい。約束はできないが、ニハルの気持ちは心に留めておく。ありがとう。それでは
これからどうするか王宮で相談しましょう。忍び込むならバーナードが留守の時を狙いたいわね。屋敷の警護も減るだろうし。うん、そういうことであれば僕がバーナードを王宮に呼び出しましょう。良いのですか、カストル王子？もちろんですとも。ご報告いたします、カストル王子。逃走中の詩人オルフェを捕らえ尋問したところ、バーナードがクリスタルを所有していることを認めました。これで呼び出す理由はできました。あとはお任せください、グローリア王女。オルフェの処置はいかがされますか？公式の場で証言したのだ。しばらく交流したら約束通り釈放してやれ。釈放って、あいつはグローリアを襲ったんだぞ。証言を得るための交換条件です。やむを得ないでしょう。だからといって、ここは私の国ではありません。カストル王子にお任せいたします。ご理解ありがとうございます、グローリア王女。アンドロ、バーナードを呼び出せ。かしこまりました。ではこちらはお任せください。どうかお気をつけて。随分と盛り上がってるな。宿屋のおかみさんからこの国の料理を教えてもらってたの。ハルシオニアは美食の国として有名でね、いろいろと面白い話が聞けたわ。へえ。でどんな料理があるんだ？山菜と貝のスープ、イカとエビの山菜昆布締め、ギンニギスと芋のレモンバター風味蒸し焼き。ギンニギス食べられるのか？知ってるの？ああ、たまに網にかかる珍しい魚だ。ただ、こう見た目がな。しかし、嘘だろ。あれを食べるのか？見た目は不気味だけど、味は淡白でね。レモンの酸味とバターのコクに合うのさ。これにホクホクの芋が合わさった時の美味しさったらもう…すごく美味しそう。まあ確かにうまそうだが、ギンニギスなんだろう？そんなに悩むほどなの？
そこまで言われると逆に食べたくなってくるわね。よし、決めたわ。おかみさん、それお願い。ごめんね、うちの名物料理だから食べてほしいんだけどね。ちょうどバターを切らしていて作れないのよ。最近狼が街道に出るせいで仕入れに行けなくてね。なんでも小山のような狼で牧場一つを食い尽くしたとか。じゃあその狼さえ退治すればギンニギスを食べられるのね。ううそりゃあもう私に任せて。狼ぐらいわけないわ。そこまでしてあれを食いたいのかよ。みんなは助かる、私はギンニギスを食べられる。みんな幸せでしょ。何も問題ないじゃない。思った以上に食い意地が張ってるんだな。まさか故郷以外でそんなことを言われるなんて。で、その狼が出るのはどのあたりなんだ。北の街道だよ。人助けにもなるしな。アデルの胃袋のために片付けに行くか。そうかい、最後が特に重要だね。もうならとっとと行くわよ。おい、あれあれ。じゃあちょっと行ってくる。見つけたわ。これも名物料理を食べるため。覚悟なさい。いつになく張り切って。よし、行くぞ。よし、やるか。ここは守りの一手だ。ここはこれで。さて行くか。我が輩の番だな。排除させてもらおう。我が手に集え。霊気を。俺。参ります。実力です。倒れなさい。いでよ。魔力に息吹よ。倒れなさい。どうするの。行くわよ。これでどう。決まったな。学びの機会が大切です。実に興味深いな。これでついにギンニギスか。これで街道も安全ね。そうだな。さて、宿屋の女将にもう大丈夫だと伝えるとするか。おかえり。無事でよかったよかった。狼は退治してきた。もう大丈夫だろう。その話だったら行商人から聞いたさ。本当に助かったって感謝してたよ。で、早速バターも手に入ったよ。本当？ああ、ギンニギスと芋のレモンバター風味蒸し焼き。腕によりをかけて作らせてもらうよ。やった！私たちの苦労が報われるわね。そうだな。だが、俺もちょっと興味が湧いてきた。どんな料理か楽しみだ。そうそう、何事も素直が一番よ。ああ、そうだ。なんなら作るところも見てくかい？いいの？じゃあせっかくだし見せてもらうわ。本当にいいのか？何か問題あるの？いや、あんまり先に見ない方が。ギンニギス？大丈夫よ、問題ないわ。これでも料理は得意なの。今さら見た目ぐらい大丈夫よ。そうか、俺は止めたからな。なにこれ。
本当最悪だよ。どうしてこんなことに。わかったわかった。だからもうその辺でやめておけな。俺はもうダメだ。ちくしょう。あーもう、さすがにその量は一人で飲むには体に毒だぞ。よし、ここは我が輩も一緒に飲もう。そうすれば半分で済むぞ。それは解決になってないだろう。ん？いやいや、そんなことはないぞ。彼も飲みすぎず、我が輩も酒にありつける。我ながら名案だと思うのだが。それで知り合いなのかその人。いや、通りかかっただけなんだが、どうにも放っておけなくてな。うん。なあ、あんたも聞いてくれよ。えっ、本当に飲みすぎだな、これは。で、何があったんだ。それがよ、とことんついてねえんだ。嫌になるよ、本当さ。まず、海の水位が上がっちまったせいで潮の流れが変わっただろ。そんで、すっかりと魚の住処も変わっちまって、おかげで全く漁にならねえ。それだけじゃねえ、とぼとぼ帰ろうとしたらサーギンのやつに襲われる。しまいには命からがら逃げ出した時に大事にしてたナイフを落としちまった。あれは俺が一人前の漁師になった時にお師匠からもらった大事なナイフだったんだ。師匠からもらったか。よし、そのナイフ我が輩が探してきてやろう。いやいや、そこまでは頼めねえよ。ナイフはサーギンが拾っていちまったし。任せろ、腕に覚えはある。でも師匠からもらった大事なものなのだろう。それにただとは言わん。酒を持ってくれ。それでどうだ。ああ、そんなんでいいなら。まったく、まあ仕方ないか。俺たちの勝利だ。どうやらこのナイフで間違いないようだな。無事に見つかってよかった。こうして見る分には静かな海に見えるのだが、時間が経って波が収まっただけさ。俺が巻き込まれた嵐はそりゃひどいもんだった。クリスタルの影響は計り知れんな。どうした師匠。風が強い。今夜は嵐になるかもしれません。珍しいな、あんたがそんな表情を見せるとは。ちょっと昔のことを思い出しましてね。昔のこと？そうですね、もう50年ほど前になりますか。そうか、50年も。は？ 50？ 師匠、あんた一体何歳なんだ？
女性に年齢を聞くのは感心しませんよ。え？あ、いや、その、すまん。そんな、頭を下げられても困りますよ。まあ、ですが、あなたのそういうところは大変好ましいです。まだまだ未熟ですが、その素直さがあれば、いつか立派な学者になれるでしょう。そうですね。あなたが一人前になった時に教えてあげますよ。昔の話を。なるほど。我が輩はまだ半人前か。厳しいものだな。それなりに成長をしたつもりなのだが。おやおや。半人前とは自己評価が高いですね、エルビス。この前の試験の点数を忘れたのですか？あれでは半人前以下です。あなたが学ぶべきことはたくさんあります。一人前と呼べるのはいつになるか。ただ覚えておきなさい、最悪は嵐と共に来るということを。最悪は嵐と共にか。このナイフを早く届けてやろう。これでうまい酒にありつける。ほどほどにな。もちろんだ。ほら、町に帰るぞ。師匠のナイフ、ありがとう。本当にありがとう。そこまで喜んでもらえると取り戻してきた甲斐があったというものだ。ああ、まったくだ。そういえば師匠のナイフと言っていたが、これはお師匠が王様から直々に賜ったという由緒あるものなんだ。あんたのお師匠さん、立派な漁師だったんだな。お師匠の若い頃は漁師といえば荒くれ者ばかりで、よく周りに迷惑をかけていたらしい。そんな連中をまとめ上げて、お師匠は真面目に漁に精を出させたんだ。王様はそんなお師匠に感心して、漁師の組合を作って任せようとしたらしい。けどそんなことをされたら自分が漁に出られない、そう言って辞退したんだと。地位や名誉よりただ漁師であることを選んだのだな。大した御仁じゃないか。あんたもそう思うか。王様もそう言ってこのナイフをくださったんだ。お師匠は死ぬまで漁師であり続けたよ。このナイフは大事な形見でお守りだったんだ。死ぬまでか。よし、約束通りいくらでも奢ってやる。今日はとことん飲むぞ。おう、そうかなくては。ほどほどにするって話はどうした？おいおい、そいつは野暮ってもんだぞ。こういうのは遠慮せずに受けるのが礼儀だ。そういうものか。なら俺も少しもらおうか。そうこなくちゃ。おい、この店で一番上等な酒を持ってきてくれ。さあ友よ、存分に酒の味を語り合おうじゃないか。
良いところに。何かあったのか。今グローリア王女とスローン殿のことを話していてな。ぜひあなたにも聞いてほしいのです。いいのか。もちろんです。余とスローン殿との出会いはもう50年ほども昔のことだ。皆に黙って城を抜け出し暗殺者に襲われたことがあったのだ。その窮地を救ってくれたのが旅の途中だったスローン殿でな。その礼も兼ねてしばし王宮に滞在してもらったのだ。その時にスローン殿からいろいろと旅の話を聞いてな。まだ幼かった世は遠い異国の地に憧れたものだ。剣の腕はもちろん高潔で義に厚い真に強い方だった。本当に惜しい方を亡くした。そうだ、スローン殿の話もしたことだ。彼の墓に参りに行くか。ああ、いやしかしいかがなさいましたか。スローン殿の墓前に雪すずらんを備えようと思ったのだが、雪すずらんが咲く北の湖畔に凶暴な魔物が現れてな。そういうことでしたら私が摘んでまいります。雪すずらんの花なら存じておりますので。ああいや、それは危険だ。兵たちが討伐した後にでも改めて。俺も一緒に行きます。グローリアは一度こうと決めたら絶対にやめようとしないからな。それに俺もスローンさんの墓参りをしたいと思っていたところだ。助かります。そこまで言うのであればその行為に甘えさせてもらおう。グローリア王女のことくれぐれもよろしく頼むぞ。何か。いや、何でもない。さあ、かかってきなさい。私の番ね。あら、何かした。さて、さて、守りを固めます。行くわよ。これでどう？我が輩の番だな。はい。私の番ね。ここは予想通りね。どうするの？どうするか。とどろけ！排除させてもらおう。魔力がみなぎる。よし、とどろけ！こいつが弱点いくか。さて、まだまだ。いでよ！倒れなさい！行けます！魔力の息吹行きましたね。いでよ、行きます。行くわよ。えいっ、これでうまくいった。かすり傷です。どうするか。ほっ、決まった。よし、私たち、いい感じじゃない。大切です。ありました、これです。これが雪すずらんか。本当に積もりたての雪みたいに真っ白だ。お待たせしました。では町に戻りましょう。おお、無事に戻ったか。
ユキスズランもこのように、それと魔物も退治してまいりました。なんと魔物の討伐まで、感謝する。では早速スローン殿のもとへ参るとしよう。そして目をつむると50年前のことがつい先日のように思い返される。この花はスローン殿が奥方に求婚するときに送った花でな。スローンが？初めて聞きました。よも一度聞いただけだ。スローン殿の照れくさそうな顔など見たのは後にも先にもあの時だけだ。どうかしたか？いえ、ユキスズランの花言葉はあなたの元へ帰る、求婚の際に贈る花には向かないような気がしまして。あの頃のスローン殿は使命のため旅を続けていた。だが奥方はあまり体の強い方ではなく、その旅にはついていけなかったのだ。必ず旅を終えてあなたの元へ帰る、その決意とともに求婚したのだろう。奥方もその決意に胸を打たれ、いつまでも待ち続けると受けられた。そしてスローン殿は約束通り奥方を迎えに帰ってきたのだ。奥方様の話は少しだけ聞いたことがあります。早くに亡くなられたが最後まで仲睦まじかったと。ああ、あの二人の仲の良さは世も羨んだものよ。世はもう戻る。そなたらはどうする？私たちはもう少しだけここに。そうか。